大英ユニード大英株式会社ユニード大英はかつて存在したスーパーマーケット名前の由来はユーニードとも言われているがユニティとニードを合わせたもの九州を中心に西日本各地にチェーン展開していた1981年に大英グループに参入後株式会社ユニード大英に社名変更するも1994年に大英に九州合併され 消滅した。ユニード時代の大規模小売店舗表示板戦後、淵上百貨店からスーパーマーケット業に転換し始めたのは、労働葬儀によると言われている。祖母や三越などと同様に、もともと呉服店や衣料品店だったものを百貨店に転換した淵上であったが、一方で、戦後のこの時期にスーパーマーケット業態が成長し始めており、後に、 イオンとなる岡田屋や二木用品店、あるいは伊藤洋華堂が呉服店や衣料品店からスーパーマーケットに転換していくように、淵上はスーパーマーケット業に参入するようになる。1958年、株式会社丸絵を設立し、福岡市西新町に第一号店となる西新店を開店した。これを機に、淵上一族はスーパーマルエの店舗を少しずつ増やしていった。 この時点では、淵上一族は、淵上、丸栄グループ、すなわち、百貨店、淵上百貨店を経営する、株式会社淵上と、スーパーマーケットチェーン、丸栄を経営する、株式会社丸栄との日本立てで経営を行っていた。しかし、1963年に、淵上百貨店が大火災に見舞われ消失、さらには、1964年に、 博多駅ビルに対抗百貨店を開店したもののほどなく撤退することになった。1965年、淵上百貨店跡地に淵上百貨店の再建ではなくスーパーマーケットの丸江を開店した。明治に五福店として創業し百貨店に転換した流れはここで終わり、後にユニードと解消してナショナルチェーンへと発展していく。 スーパーマーケット丸エに一本化される。1967年、丸エは広島市中区上谷町2丁目に広島店を開店。さらに1970年には称号を株式会社ユニードに変更し、大阪府堺市に堺東店を開店した。九州各地に加え、中国、近畿にも進出し、当時としては屈指のナショナルスーパーマーケットチェーンに発展。 九州の言うとまで言われるようになったが、結果的には、この非効率な出店戦略が後に、あだとなる。1973年には、ショッピングセンター、アピロスを開発。1978年には、福岡証券取引所に、翌1979年には、大償二部にも上場したが、株価は低迷。この頃には、 お膝元である九州では小ぶき屋の後人を廃する状態となっていた。経営状態も悪化していたものの、毎年2月末の決算で黒字となるように、取引先への過剰な値引き交渉に加え、対価支払いを次の決算期に先送りするなどして表面化するのを回避している状態であった。百貨店からナショナルスーパーマーケットへと家業を一台で、 発展させた淵上英一であったが、金融機関の後押しもあり、ついに1980年の暮れ、同業ライバル関係にあった大英の中内と密会し、提携に向けた交渉を始める。大英は、ユニードとの統合以前に、1963年、株式会社福岡大英を設立して、福岡支店人を皮切りに、九州に進出した。1969年に、 福岡大英を大英に九州合併して、以後は九州地区の大英も株式会社大英が直轄営業していたが、1980年11月に株式会社九州大英を設立。これは九州地区の大英を株式会社ユニードの下で営業させるための準備であったとされる。1981年5月に九州地区の大英は九州大英に条とされた。なお、 この九州大英は九州スーパーマーケット大英とは関係ない。一方のユニードは大英グループ入りのきっかけとなった経営不振を試算した結果、1981年2月末時点で10億円もの赤字が出ることが判明した。従来のカラクリでは黒字化できない額でありこのままでは上場依頼発の赤字決算となってしまうこと、大英との統合をユニードにとって少しでも 有利にしたいとの思いなどから、ユニードは、ある、秘策を実行する。それは、外省で赤字を解消するというものであった。それまでのユニードは、テレビやエアコンなど、単価が高く、一家に一台の商品を外省販売の主力としてきた。しかし、これで10億円の利益を得るのは困難であると、予想された。その時、長崎屋が、 フランスベッドの羽毛布団を1年間で10億円売り上げたことをヒントにユニードは単価が低く一人に1枚の羽毛布団を外商販売の主力としフランスベッドと協力して1981年の1月と2月の2ヶ月間で20億円売り上げることを決めた各店舗間で売り上げ額を競争させたり販売手法を伝授し合ったりした結果 実際に2ヶ月間で21億円以上を売り上げることに成功した。1981年5月23日、厚生取引委員会は、ユニードと九州大英との合併について、独占禁止法違反との見解を示した。これは、合併後の販売額シェアが、福岡県内と長崎県内において25%を超えることが分かったためとして、 25%を超えないように一部店舗を他社へ譲渡するか、大英がユニード株を保有する率を引き下げることを要求したものであった。これに対し大英の中内社長はシェア25%で区分する理由が不明確であり、将来的に流通業界再編を阻害する要因になりかねないとして抵抗しつつも、合併を計画通り進めるために、合併自体は、 計画通りを行うが合併後に、大英がユニード株を一部売却することを表明した上で、1981年6月10日に、合併契約書に正式調印した。また、ユニードは合併前、ジャスコユニー・イズミヤ、忠実屋と、仕入れや開発を共同で行う会社アイクを設立し、グループを形成していたが、合併を機にアイクグループを離脱することになった。 1981年9月1日、ユニードと九州大英が合併した。当初はユニード店と旧大英店とでそれぞれ従来通りの営業であったが、少しずつ大英の手法に一本化されていった。合併以後に開店した店舗は、しばらくはユニードやアピロスで開店されたが、これらも既存店舗ともども大英式の大英、ショッパーズさらにはグルメシティ、 トポスなどに解消されていった。そして、株式会社、ユニード自体も、合併から10年となる1991年9月1日に、株式会社、ユニード大英に解消された後、1994年に、大那覇や、忠実屋とともに、大英に吸収合併され、消滅した。なお、1987年には、創業者の淵上英一が、 代表取締役社長を退任し、代わりに、大英出身の平山明が就任した。ユニード社長を4年間務めた平山は、大英の手法を導入しつつ、ユニードの経営を立て直した人物として語られる、こともある、中内勲が、自身の光景を模索する中で、大英の代表職を身内で固める人事の末に、大英を追放され独立するが、その後、 中内の退任した2001年に代表取締役副社長として大英に戻り、大英の経営再建を手掛けているほか、数々の企業の経営再建実績がある。1988年10月のプロ野球南海ホークス買収も、当初はユニードが有力買収先と報じられ、福岡ユニード大英ホークスとなる予定だったが、最終的には大英が買収し、福岡大英ホークスとなった。 これは、ユニードが経営難だったためである。淵上一族にとっては、自ら開業したユニードを大英に事実上奪われる結果となった。それでも、社長の淵上英一をはじめ一族は決して代表権を返上せず、あくまで淵上ユニードを維持し続けたが、それにも限界があった。ユニードが大英と提携を始める以前の1978年には、 ユニード店内にあった五福売り場を株式会社遊園として分離独立させていた。しかしユニードの大英語は淵上のルーツが五福商だったこともあり、遊園が淵上一族の商売の拠りどころになっていく。1990年、淵上栄一、亀之助、冷蔵の三兄弟が財団法人淵上育英会を設立。 この時三人ともユニードを離れており、同財団法人はユニードではなく遊園の関連として設立されている。現在、淵上一族が携わっている法人は次の企業である。なお、遊園設立時の主力事業であった着物、宝飾部門にユニードから譲り受けた五福売り場と1980年に開始した宝石部門については2004年に 株式会社九州佐が美に譲としている。特力アピロス閉店まで、アピロスの名前が残った最後の店舗。建物の建て替え後、2011年頃、再出店予定であったが、右予曲折の末2012年秋にサンリブが出店することとなった。大英福祉芸店2015年9月にイオン福祉芸店へ名称を変更した。マックスバリューエクスプレス、博多ギオン店9。 大英別府店。鉄道を降下したという制約があるために、ユニード時代からあまり改装されていない店舗であった。大英西人店。現存では最古の店舗。2015年9月にイオン西人店へ名称を変更した。2016年5月31日閉店ここでは、1981年8月31日以前に、福岡大英、大英、 九州大英が開店した店舗は含んでいない。は、大英グループに承継された後、大英のイオングループ入りに伴って、イオングループの店舗となり現存している店舗。は、イオンとして、は、マックスバリューとして、丸は、ザビックとして現存している店舗。店舗によっては、別称として、ショッピングバザールという店名表記を用いていたところも、ある。 この表記が用いられた店舗の大半は、建物が2階建て以上の中、大規模店舗。現在この表記は使われていないが、大規模小売店舗法での届出なや、当期の名義が変更されないまま更新されているものも少なくなく、現在も当該自治体の広告などでこの表記を確認することができる。は、イオンとして、は、マックスバリューとして現存している店舗。 奈良県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、丸 A や、スーパー丸 A の表記が扱われていた。また当時は、スーパーマーケットの用語が一般化する前で、SSDDS と、業務形態をしていた。初代赤をバックに、白抜きの文字で、ショッピングバザールユニードと書かれていた。太陽をモチーフにしたロゴには、中心に小文字で、うん。 外周のコロナに相当する部分はうのイメージしたものが描かれている。二代目葉っぱのようなものが右に一枚、左に二枚あるもの。鳥が羽ばたいているようにも見える。この頃のキャッチコピーは暮らしの夢を育てる。三代目1981年以降は、大英と同じロゴマーク、書体に統一され、店の看板等も順次変更された。ありがとうございます。